バル・マクダーミドは、スコットランド出身の女性推理作家。代表作は、トニー・ヒル博士が主人公のサスペンス小説のシリーズ。スコットランド東部、ファイフのカーク・カルディ出身。地元の公立カーク・カルディ高校卒業後、オックスフォード大学セントヒルダ・カレッジで学ぶ。卒業後は、ジャーナリストとなり、劇作家だった時期もある。1987年、ーゴードンシリーズの、 第一作、レポートフォーマーダーを上司し注目される。マクダーミドの著作に登場するキャラクターで有名なのは、レズビアンのジャーナリスト、リンゼイ・ゴードンや、私立探偵、ケイト・ブラナガン、性機能障害に悩む、心理学者、トニー・ヒルなどである。1995年に始まったトニー・ヒルキャロル・ジョーダンシリーズの第9作、殺しの儀式でクア賞のゴールドナガー賞を受賞する。 暴力描写などが特に優れているとされる同シリーズは、ワイヤー・イン・ザ・ブラッドのタイトルでテレビドラマ化された。マクダーミドの作品は、タータンのワールドと呼ばれるスコットランド風のミステリーとされる。新聞に小説以外の記事を寄稿したり、BBC ラジオ4や BBC ラジオスコットランドに出演することもある。ハーパーリーのアラバマ物語を好きな小説の一つに挙げている。 また、ディテクションクラブのメンバーである。スタークスパークの左側に見えるのがマクダーミド、スタンド地元カークカルディのプロサッカークラブ、レースロバーズのスタークスパークに、マクダーミドが出資した、マクダーミドスタンドがある。新刊を出す時にはたびたび看板に広告を出し、同クラブのスカウトを務めていたマクダーミドの父親は、その試みを光栄に思っていた。 スタンドのスポンサーになった翌年、クラブの取締役会の一人になった。マクダーミドはレズビアンである。人工受精で授かった息子、キャメロンの後見人を前、パートナーと務めている。レースロバーズのサポーターである。現在は3匹の猫とマンチェスターとノーサンバーランドに暮らしている。ありがとうございます。